今回戦う恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。エントリーナンバー1。ディノニクスは頭の良い小型の肉食恐竜だ。相手の行動を見ながら隙を狙い、高いジャンプ力で飛びかかり、爪で引っかく。エントリーナンバー2。アロサウルスは時速 60km で走る足の速い肉食恐竜だ。スピーディーに相手をかわしながら大きな口で噛みつく。エントリーナンバー3。プテラノドンは人気の翼竜だ。恐竜たちの手が届かない空から次々攻撃を繰り出すぞ。エントリーナンバー4。アンキロサウルスは背中に鎧のような皮膚、尻尾に硬いハンマーを持つ草食恐竜だ。尻尾のハンマーを武器に大型恐竜もやっつけるぞ。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。 Ready. Fight. また見てね。